皆さんこんにちは。神の神チャンネルへようこそ。湘南美容 AGA クリニック新宿院長のドクター笠井です。本日はスマート FUE 植毛について解説させていただきたいと思います。 FUE 植毛は植毛するグラフトを毛根単位で後頭部から一つ一つくり抜く手技です。それまで行われていたドナーストリップ法、現在の FUSS ポリキュラーユニットストリップサージェリーに比べて洗浄の大きな傷ができないという利点があります。ただし技術が難しいために誰でもできるというものではありませんでした。しかし機械の発達によってですね、このようにきれいに取れるようになりました。ただしスリットメイクと、それからスリットの中に一つ一つグラフトを入れていくプレイシングはですね、まだロボットとか他の器具ではダメなので、このように一つ一つ手作業で2本のピンセットを使って入れていきます。このようにどんどん樹毛植毛も発達しています。自然で美しい植毛、それが湘南美容湘南 AGA クリニックの特徴です。神の神チャンネルでは髪の毛、AGA、植毛、眉毛など毛の悩みについて解説しています。チャンネル登録よろしくお願いします。